もしもし、お電話ありがとうございます。こちら昭和の黒電話でございます。10月4日、新しい総理大臣として所信表明演説に臨んだ石破茂さん、演説では裏金問題に対する深い反省が言及されましたが、一方で対応は不十分なままです。次の選挙では裏金議員にも原則として公認を出し、比例代表との重複立候補も認める方針です。それどころか、まさかの石破茂さん自身にも裏金問題が降りかかる事態となっているそうです。石破茂さんは総裁選では裏金問題について厳しい姿勢を打ち出していただけに、その偏説ぶりには批判の声が上がっています。そんな石破茂さんは国民と党内の板挟み状態となっており、早くも新政権には不協和音が生じ、短命政権の未来が見えてきています。今回はこちらについて調査しましたので、最後までご視聴よろしくお願いします。5日午後8時過ぎ、自民党本部に到着した石破茂さん。先に姿を見せていたのは自民党の選挙対策のトップ、小泉進次郎さんと森山裕幹事長でした。話し合ったとみられるのは、衆院選での裏金議員の公認問題、派閥の裏金問題に関わった議員について自民党は原則公認で調整していることが判明し、公認となれば選挙の際、自民党から金、人、物など全面バックアップが可能になります。およそ1ヶ月前、サタデーステーションが総裁選前の石破茂さんを取材した際には、裏金議員に厳しい姿勢で臨む考えを示していました。先月7日、鹿児島市での講演で、ルールを守る自民党、なんかルール破りいっぱいいませんかと石破茂さんは話していました。これに野党関係者は、直近の総裁選での公約を覆すような内閣の何を信用して有権者は選挙に行けばよいのか、石破さんは独特の愛嬌が親しまれていたのに、これではダークアンパンマンだと語っています。そして石破茂さんは5日、石川県の能登半島を訪れ、1月の地震と先月の大雨で甚大な被害を受けた被災地を視察。よし立ち上がろうという気になってもらうようにやりますので、ぜひ行ってください、何でも、と被災者に語った石破茂さんは、その後記者団に対し、裏金問題を受けた衆院選の対応について述べました。本当に自民党というのは国民の不信、不満、怒り、憤り、これにきちんと対応していることをまずお示しをしなければならない。石破茂さんは自ら裏金議員にヒアリングを行うことに意欲を見せ、再発防止策を書いた誓約書を出してもらうことで幕引きを図りたい考えです。自民党としてもすでに裏金議員に対しては党の役職停止などの処分をしています。しかし自民党の若手議員からは、処分はすでにしているという理論的な辻褄が合っていてもみんな公認しますとなると、国民の感情は収まらないだろう。国民の納得を取るか、党内に配慮するかの板挟みだろう、といった意見が寄せられています。さらに自民党は裏金議員の比例重複まで容認する方向で調整、小選挙区で敗れても党が決めた比例代表名簿の上位から復活当選が可能になります。これには自民党内からも不満の声が上がっていました。小選挙区で落ちた裏金議員がゾンビみたいに復活するなんて世論が認めないだろう。重複比例は認めるにしても、不記載がない人の順位を上にするとか、差をつければいいんじゃないか。党で決められるとしたら、処分を受けた議員は比例重複にかけないということが限界だろう。でも石破さんは判断できないだろう。そんな裏金議員公認が話題の中、まさかの石破茂さん自身にも裏金問題が降りかかる事態となっているそうです。こんなのはただのリップサービスに過ぎないと、野党議員の一人は石破茂さんの所信表明演説原稿を見て憤りました。原稿では政権の方針について、ルールを守る、日本を守る、国民を守る、地方を守る、若者、女性の機会を守るを5本柱としていくと綴られ、
最初に挙げたルールを守るでは、裏金問題について触れられましたが、その項目は全23ページ中たったの1ページしかありませんでした。内容も問題を指摘された議員一人一人と改めて向き合い、反省を求め、ルールを守る倫理観の確立に全力を挙げます。政治資金についてさらに透明性を高める努力を最大限していくことを固くお約束申し上げます、などと書かれているのみで、具体的な方法については言及されていません。他の守るについては複数ページにまたがって様々な政策が並んでいるのと対照的となっているのです。これに野党議員は冒頭に掲げて大事そうに扱っているだけで、その中身は質も量も伴っていない。総理大臣が変わっても裏金問題を正すことができない。自民党の体質は全く変わっていない、と手厳しく批判しました。そんな中で、石破茂さんが率いていた派閥水月会、旧石破派にも裏金疑惑が浮上しているそうです。日本共産党の機関紙新聞赤旗が10月6日に出す日曜版では、旧石破派の政治資金パーティーの収入が2021年までの6年間にわたって計140万円分不記載になっていたとしており、裏金の疑いがあるとネットで先んじて特報していました。また10月4日の朝日新聞朝刊では、その一部を追いかける形で旧石破派も不記載かと一面に記事を掲載。2019年から2021年に開かれた政治資金パーティーの収入が計80万円分記載されていない疑いがあると報じています。永田町関係者は、自民党を揺るがした裏金問題ももともと新聞赤旗のスクープが端緒になっており、旧石破派の不記載も大きな問題になるかもしれない。まだ裏金だと決まったわけではなく、事務手続き上の記載ミスの可能性もあるが、もし旧安倍派のように派閥から議員へのキックバックや議員が派閥に政治資金を納める前の中抜きが生じていたら大変なことになる、と指摘しています。10月4日の官房長官記者会見では、不記載に関する質問も飛びましたが、林芳正官房長官は石破総理が直ちに経理を担当していた者に指示を出し、事実関係を確認させていると述べるにとどめました。今後、石破茂さん自身からどのような説明があるのかが注目されます。そして石破茂さんについて、自民党のある中堅議員が戸惑った様子で次のように打ち明けました。実は石破さんも本心では衆院は早期解散すべきだと考えていました。世界情勢が読めない中で解散すべきではないとの発言は総裁選対策だったんです。とはいえ、選挙期間中に展開した自説を簡単に引っ込めた挙句、10月27日投開票で総選挙に打って出るという変説ぶりに周囲は困惑している。党員から嘘つきと言われても仕方ない、ある意味で空気が読めないところが持ち味だったのに、総裁になった途端党利最優先の普通の政治家になってしまった。最初からこの調子では先が思いやられます。このいきなりの変説と嘘によって、早くも新政権には不協和音が生じているようで、元自民党職員で政治アナリストの伊藤敦夫氏は次のように語りました。彼は1回生の時から政治と金の問題について苦言を呈していた。政治にこれだけ金がかかるのはおかしいと、88年のリクルート事件を受け、ユートピア政治研究会を立ち上げて以来、この姿勢を貫いていました。それがいざ総裁選に入ると、裏金議員の処分について明言を避けるなどトーンダウンしてしまった。石破さんが政治と金の問題に終止符を打ってくれると国民は期待していただけに、失望されるのも当然です。自民党内の主要派閥が解消されて初めて行われた総裁選で選出された総裁だけに、大胆な変革を望む声が高まっていましたが、人事からその意図は感じられない状況となっています。裏金議員の入閣こそないですが、菅義偉副総裁に近い三原淳子氏や酒井学氏を入閣させ、菅さんの顔色を伺っていることが透けて見える。民間登用はなく、独自色も出していない。100歩譲って自分を支えてきた議員への論功人事は理解できますが、
忖度の対象が前政権の麻生太郎さんから菅さんになっただけで、長老に気を使っていることを印象付けました。そんな石破茂さんは8月に行われたある会合でこう断言していたそうです。まさか自分が首相になるとは思っていなかったのでしょう。新次郎だろうが高市だろうが、誰が次の首相になっても来年夏の参院選で大負けする。その後に辞任か総裁おろしが始まって短命政権になるだろうな、とまるで評論家のように語っていました。新首相自身が人ごとのように発していた短命政権という言葉がまさに今現実になろうとしています。総裁選で勇ましく語った言葉からの変節ぶりはすでに様々な形で指摘されており、国民から実態が見破られつつある石破茂さん、このまま従来の自民党の価値観に基づく異なかれ主義や党内融和を優先し、石破カラーを出すことなく解散総選挙に突入していくのか、選挙に向けて国会が荒れ模様となる中、石破政権の行方に注目ですね。お電話いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、可能であればコメントもお待ちしております。またのご利用を心よりお待ちしております。